今日の早朝、青信号の交差点に進入する。1台の乗用車次の瞬間。横から来た雪を積んだダンプカーが勢いよく乗用車に突っ込んでいきました。その後、その場を立ち去るダンプカーダンプカーはおよそ15分後に現場に戻ってきました。事故があったのは恵庭市の指導交差点です。 警察によりますと、この事故で乗用車を運転していた50代の男性が怪我をしましたが、命に別状はないということです。ダンプカーを運転していたのは71歳の男性で、警察が当時の状況を詳しく調べています。